おお、このタイミングで炎症死亡。もうそんな時期か。エンタンが後継いだ。お？武術大会？え、もちろん参加。だが、関羽長子、長飛がいるぞ。お、ここで行くと、準決勝じゃなくて、準々決勝で、あ、違う違う、準決勝でいいのか。関羽殿と当たるようですね。うん。長飛は、違う、組にいるみたい。ちょっと見てみよう。関羽殿とゴラン。関羽殿と戦えるとは願ってもない機会。気持ちのいい男だ、ゴラン。強いものが勝つ。なんだその技。え？今の強いものが勝つのではない。勝ったものが強いのだっていうのは、いいセリフだな。さすがです、関羽殿。すごい技だった。相手は増破か。負けるわけにはいかぬ。楽しませてもらうぞ。ちょっとカウの真似してみよう。大技狙う。全然ダメだな。もう一回行く。よし、さあ。え、めっちゃ不利だな。よし、強気してるよ。ダメだ。行くぞ。うん、強気に攻めた方がなんか大技が出たような気がする。張飛と張良、これ見るしかないでしょう。無様な試合は見せられる。張飛との勝負だ。これはいいカードだな。いきなり張飛大技。張良苦戦。いきなり先手を取られたっていう感じか。この勝負勝てる。なんじゃそりゃー。はぁっていう時はなんかあれかな、気合が溜まってるのか。お、総評、総評対鑑定、これを見てみましょう。さあ、総評の一騎打ち。鑑定殿が有利とは思われますが、この勝負どうなるか。一進一退の攻防が続いておりますが、殿行くぞ。やったー。でい、やー。お、鑑定が押しているか。これは武力の差が出たが、鑑定殿勝利。さあ、行きましょう。いやー、緊張するな。よし、これはね、順当に行く。強気に。おっと、先手取られた。だが返す。二段突き。あー、取られたまま、強気に行くぞ。お、技出せぬか。攻守。今だ、行け。よし、来たー。ゴー、あっと、取られた。いい勝負、いい勝負、いい勝負。お、どうだ。やられたか。紙一重でございました。ん、張飛対関平、これきっと仲がいい同士の勝負かな。おじさんと、うん、甥っ子の勝負みたいなものか。お、待って、これ関羽対張飛は何真空好き。すいません。それどうやって出すんですか。おー、カウン対張飛、面白い。兄貴、相手に不足はありません。やるね。いきなり渾身の一撃かまして。武力は1の差だけでしたけれども、104対105。張飛の、おやおや、すげえな張飛。いやー、いいもの見させてもらった。はは、ありがたきお言葉。褒美、俸禄を30も増やしてもらった。いいな、羨ましい。
名声も500。お、正直も、おぉ。準優勝もなんかもらえるのか。今度頑張ろう。都市の防壁の修繕ですね。まずはやっぱり、上兵の情報。ぜひぜひ目指してください。あれ？上兵の情報なんかもらえた気がしたんだけど、気のせいか。いやーが、関羽殿、張飛殿。お見事でございました。ん？攻め込まれ、いや、攻め込んだ、劉備軍。勝敗から牧羊へで、守備軍救援。牧羊が攻められたか。まあ、牧羊は落とされても、うん。戦略的にそんなにね、影響はないでしょう。陳東、湖畔、美宝、宗建、関羽、ああ。いやー、取って取られての勝負ですな。武将が減るのがな、本当に痛い。将の方針は軍備と。聞きたいことがあった。将棋業がわしへの不満？いやいやいや、否定ですよ、これは。あれ？劉備は何も言ってこなかったな。実際不満を持っているのか。カウンドのそろそろ手紙マックスに。大使！カウンドのが大使か。うん。さすがでござりまする。超安泰ですね。回避が受春の曹操軍。受春の曹操軍か。劉備軍の全部隊壊滅。回避陥落。これで、常陽が、ああ、長領殿長領殿が早々に下ってしまわれた。そして常陽は孤立。さあ、劉備様。うん、マックスになったね。では、今度は張飛と仲良くなろう。もう長領殿は戻ってこないでしょう。一緒に戦えたのは一回だけだったな。長領殿。ああ、関羽が、さっきの一騎打ちの影響か。床に伏せっておったの、お主のせいだぞ、張飛殿。張遠良の行。可否を奪還しないとね、劉備軍。ちょっとまずいですぞ。お、今回は2回できるな。巡殺もしとこう。よし。で、訪問。関羽殿。上等の上兵、ああ、情報入手した。あ、一人だけ、縛ろう。特産品、小石。へえ。劉備、テイク、光順、関平、増派、張飛。あ、関羽殿がいなくなってるな。劉備殿は張を本拠地にしているようです。ああ、炎丹軍に劉備軍の常陽が敗れました。炎丹に落とされた。鎮急！殺さないでくれよ。ああ、ショックだな、鎮急殿は。苦楽を共にしてきたのに。ああ、マジか。鎮急殿、噂によるとですね、なんだ？複数の特産品を組み合わせてより強力な兵器を作ろうとしている学者もいる。へえ、そんなことできるのか。カムマックスになったかな？お、これで多分マックスだな。では、張飛殿。張飛殿に、行こう。富豪の中にはお金を援助してくれる者もいると。さようですか。
いやー、陳旧長領失ったな。序南。序南。分断する作戦か。三軍として軍師とのテイク。正面突破、了解。なんか今のところ劉備軍も取って取られての戦いなんで、そして、お、天衣大客、いいね、ジュニク殿。うん、そして、まあ、取られるときに人材を減らしていくっていう感じだから、全然良くないっすね。曹操の援軍到着、10万。うん、だが、これは、武将の質で、なんとかいけると思う。万長が士気を回復させたな。ここはまだ大丈夫だろう、罠。え、後ろから敵？敵の援軍はどっから来たんだ。味方は総評、官兵、劉邦。ああ。加工音、流用、肺現象、陳旧。ね、これは不利だな。よし、戻る、高順隊。敵の援軍の撃破に向かいましょう。よし、凄まじいな、高順。流用一撃。肺現象に死角を放て。深手を負わせた。よし。創業隊混乱。肺現象隊を叩くのは今ですね。よし。混乱しようが何だろうが武力16まで落ちてる。肺現象。よし、肺現象を捉えたり。なんとなく肺現象も劉備軍に加わってもいいような男と思えるが、まずは後方に回ろうとしている陳橋隊の撃破に向かう。うん、逃げたか。テイクナイス。お、一度は引っかかったが、さすが高順殿。もう技法の策は怖くない。よし、このターンで陳橋隊は撃破できますね。行くぞ、突貫。よし、今度はこれは加工音ですな。ゴー。多分後ろに引くと思うが、よし、味方、お自ら死に飛び込んだか。加工音、さらばだ。よし、敵の援軍は全て撃破。うん、ゾウハやるな。ゾウハ隊頼もしい。新旧長領いなくなってしまったが、ゾウハ隊はん、誰の部隊だろうこれ。車中か。敵将各課の部隊を攻撃し殲滅せよ。各課が総大将、三軍万長。了解。ちょっと一歩ずつしか進めないな。強行かますか。そうだな。高順隊強行する。5。強行軍について来られず兵124が脱落。まあしょうがない。もう一回強行いけるか？オッケー。
車中、これは、満潮帯のところまで行こう。245が脱落。しょうがない。よし。これで各課の方位に成功。さあ、行った。誰だこれ。超ヒトロか。各課を殲滅するか。敵軍を撃破してもいいですけれども、総大将を叩きましょう。長寿殿の指示の通り。これで終わりでござる。あ、まだ戦闘は続行か。いや、増派殿いいな。正面突破達成。増派殿の車中。うん。いや、車中隊。参るぞ。よし、車中捕らえたり。曹操軍は壊滅じゃ。いった、誰だ誰だ、官兵か。増派殿。さすが、お見事。よーし。ジョナン攻略？え、誰かいるか。天意。残り14ターン、防御度893。計略ポイントが増加。残り14ターン、防御度893、落とせるだろうか。あ、いけるな。防御度は残り7、残り5ターン。ギリギリの勝負でしたけれども、次の一手で勝負が決まると思われます。行きましょう、張飛殿。よし、序南、縄文突破。縄文を突破して落とすことになるということみたいです。天意は逃げられるか。ああ、天意不調。生け取ったり。切らないでくれよ、劉備様。満潮劉備の愛か。天意、なんで殺すんだよ。劉陽、肺炎症。肺炎症？肺炎症は、劉備に使いたかった。方だと思うんだけど、切っちゃいます。切らなくてもいいんじゃないかなと毎回思うんだけどな。お、マサトラ殿か、何トラ殿だ今度は。待ってくれ。タツトラ殿。よし、強気に攻める。こやつはもしあれじゃないか、神の化身なのでは。よし、強気に攻める。来たー、反撃。行きましょう。行きましょう、光春殿。ゴール。来たー。タツトラ殿討ち取ったり、まあ龍子なんでしょうけど。いやー、危なかった。あ、え、何もないのかい。これは今のはちょっと、期待したんです。来たー、なんでしょう、また。これをね、迎撃して、撃破しないとまずいですよ、劉備様。迎撃、了解。総大将劉備。敵将良家。曹操軍42000。よし、これは敵を後輩から突くチャンスですね。敵の本陣は誰もおらぬ。
何、張飛殿。涼花の策に引っかかるとはお主。あー、どうしよう。ここまで攻め込んでみるか。敵は見えず。劉備様のもとに急ぎましょう。光純が先陣切る形になったら、シュレイがいるね。この辺りにいるんだろうな、敵は。まだ見えない。どこにいるんだ。そこか。承知。よし、劉備様の救援に向かうぞ。強行。ここを取られた。よし、あとは、まあ、劉備様ちょっと持ちこたえてくれると思うから、うん、よし参る。光純剣山。あー、シュレイか。いやー、シュレイ殿ね。曹操軍35,000。あ、そうか、劉備軍の方が兵力が上回ってるので敵軍も3部隊。シュレイは相手にしないでいいかもな。涼花武力83か。やるね、左右。よし、行くぞ。有利な位置で戦おう。味方の援軍はまだか。よし、行くぞ。この位置で攻撃する。士気は劉備軍の方が高い。味方援軍は光純隊以外はまだ到着せず。よし、ようやく到着。誰だろう。ん、涼花が劉備に一騎打ち。よし、これで終わりだ。涼花隊撃破。乱射使えるか、作兵。守礼を叩くか、それとも、作兵隊。徹底的に敵をまず叩きましょう。お、ナイス、劉備。もらった。よし。いやー、シュレイ、おー、シュレイナイス。あ、劉備、あれ？涼花が解放されてしまった。あー、長老滅びたな。よーし、ほら、後を継いだ。いやー、面白い。二品館。おー、大衆になるためには一品館とかなんかあるんでしょうか。孫権が序南の大使ね。了解。光純張飛官兵満長テイク。ふんふんふん。すごかったな、今、なんか。で、やっぱり人材が欲しいですよね。張飛殿、仲良くなろう。ああ幼少、儚い夢でしたね。殺さなくてもいいじゃん、もう領土ないんだから。後を継いだ途端消されてしまった。どんまい。要所なんかいいのありますか。政治が上がるか。政治上がるのもらっておこう。官書、司書、著者は五冠の半個、全冠一代について記した政治で百冠からなる。すげえな。買っとこう。お手紙、お手紙。へいへいへい。これでテイクとはマックスかな。
誰だ満潮早々のもとに去ったか。曹操の患者やるな。よし、テイクマックス。ヨーヨー、滅びた。あ、滅びてはいないな。子孫髄。後を継いだ。移動が激しいね。来客中？孫権殿。お初。で、多分テイクはもうマックスになってるんで。両夫と長円はなんか仲が良さそうな気がするな。武将が欲しい。探索もしたい。で、仲良くなろう。寛平と仲良くなりたい。寛平との。よし。おお、いつの間にか長円軍も残りにとし、総兵死亡。天寿を全うしたようだ。巨匠遠征。もちろんいいですけども。さあ、これは熱い勝負ですね。ごめん、三軍、陳郷でしたっけ？行きましょう。リビング8万2000、曹操軍6万2000。罠があるね。わかった。では、罠探しで行きましょう。ここは安全だった。早馬がかけて、序南軍はルクターンに到着と。張飛が来てくれたか。どうしようか。選挙は味方に任せるか。うん、罠探しで前進しておこう。なかった。5箇所も罠があるはずだけれども。曹操軍の援軍も到着。どのあたりまで敵が来てるか。ここまで前進。まだ敵は見えない。よし、OK。いやー、劉備軍。あ、これはここにいるよね、絶対ね。いないのかい？どういうこと？右側面に敵。周曹。万長。あ、万長。この巨長か。テイク。三軍のテイク。これは、救援に向かいまする。五。何周曹無双持ち。おっと来たか、周曹。負けじと。退却すんのかい。そして、混乱。すごいな。ああ。巨長の混乱が収まると。よし、OK。この者は誰だ？お、劉備様先陣か。この戦は絶対勝たないといけない。巨長か。テイク隊は三軍だからな。絶対に守らないといけないんだけれども。混乱で時間を稼ぐ。うん、テイク引いた。おい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 、満潮やるね。
よし。敵援軍を食い止めてる間に味方が敵本体本陣に向かって攻撃を開始。我らも引こう。さあ味方も強いぞ。で我が隊はこの砦で敵を迎撃しましょう。さあ迎え撃つぞ。こちらに巨長東条満長。あー手強い手強いっす。巨長に混乱。よし、行こう。満潮の回復も今回は巨長には届かなかった。砦でもあれかな、負傷兵回復させる効果あるかな。うん、回復した。OK、ナイス。巨長隊か、どうしようかな。よし、混乱で、あ、ダメか。さすがに何度もそううまくはいかぬか。どの部隊、ど部隊の攻撃が地味に痛い。急いで敵の本陣を陥落させてくれ。生っちょろい攻撃してないで突撃してくれ。囲まれた。ダメか。よし。張飛殿はどこにいるんだ。張飛殿が突撃をしてく、ん？ん？待って、この男、誰だって今、張軍に見えたような気すんだけど。あ、違うか、文兵。文兵、すごいかっこよかったな。頼む。いや、おかしいな。こんなに混乱かからないとは。よし、敵本陣は残り3305。張飛殿、よし、誰だ、ゾウハ殿に違いない、この頼もしい男は。よし、さすがゾウハ殿。混乱はまだできる。ポイントは残ってるようだ。よし、 OK、 張飛回復。来たー、正面突破成功。あら味方も拠点を抑えられた。さあどうなる。これは、うん、攻めに転じよう。敵は士気がガタ落ち。巨長回復ね。あとは味方に任せよう。後陣隊はちょっと後ろに下がる。後ろといっても前線ですけれども。よし、登場隊を撃破する。ゴー。3方向から3回突撃すれば終わる。どうじゃ。あれ、お、行った。登場を捕らえたり。文兵、文兵無双持ち。文兵かっこいいな、本当に。いったー。いやー、張飛殿かっこいい。で、後陣隊はこの男。よし、巨長に混乱を仕掛けて。
よし、文平捕らえたり。どうしようこれ。我が隊はすいません、満潮帯に攻撃を仕掛けます。協調は手強いからね、満潮。よし、満潮帯もこれで終わるな。待って、満潮にこれをやってしまったか。で、我が本陣を抑えてるのは車中殿ね。どうする、残り13ターン。よし、まずはさっさと、この男、協調を撃破しますか。よし、いいぞ。協調といえど、この士気の低さでは、まともに兵を率いることはできないみたいですね。あ、待って。あ、胴体で壊滅させないで。オーマイガー。よし、では、強行もできないか。策略ポイントがないんだな。さあ、間に合うか、車中。車中相当ビビってるだろうな、今。行くぞ。お、すげえ、おまり。よく罠に引っかからなかった。増派隊到着、超飛火。ん？誰だ、この、1600。の舞台は。劉邦、頑張ってんな。残り9ターン、撃破はできると思われます。することなし。突撃は誰もできないのかな？劉邦殿、頑張ってるけど、できたら後ろに下がってもらいたかったが。よし。いやー、巨匠選挙。これは、増派殿さすがでござりまする。遺跡解放、文兵解放。東条配下。あー、一人だけねー。ここは熱いですね、この三つ。将、女男、巨匠。これはいいね。と思わないですか、寛平さん。お、張飛ともマックスになったか。ん？関羽勝敗にいる。いや、これは舞台整ってきたな。よし、訓練了解です。はい。じゃあ、陳旧長領を失ってしまいましたけれども、中央部を劉備軍が抑えることに成功してます。陳旧殿、本当に、ちょっと残念だな。勝敗はどんな感じ？関羽がいるみたいですけど、関羽、胡飯、五蘭、手芸。ちょっと人材欲しいところですけれどもね。美熟、菊井、将の防備が薄いな。勝敗が攻められるとちょっとまずいな。諸葛亮とか味方に来てもらいたいですけどね。できたら一旦敵が攻めて、それを撃破して、まあ、来る武将を登用すると、人材を蓄えて反撃に転じていくっていう作戦を取りたいところですが、さあどうなっていくんでしょう。では、今夜はこの辺で終わろうと思います。案内人は青森でした。おやすみなさい。